獣被害が頻発するこの地球に巨大な火の光が飛び現れ、動かなし。第二防衛線まで後退。ネットワーク汚染が広がっています。この現象の原因を探れ。君はあの50メートル級の宇宙人どう思う？我々を助けてくれた。それは紛れもない事実です。何十年も前から宇宙飛行士たちの間で噂されていた未確認大型宇宙人のコードネームだ。